はいどうも、マサピーヤです。今日はですね、視聴者様からいただきました小ネタと小道具と、あとね、アップデート後に実はね、そっとサイレントアップデートが入ってたものをちょっと紹介したいと思います。で、今日のお相手はランコちゃんですね。こないだね、子供の頃のランコちゃんっていうのをね、ちょっとやってみましたけれど、皆さん見てくれましたでしょうか。あ、待って、今気づいたけどランコちゃんの髪色違うやん。いやほんとね、こういうの俺よくあるからさ、まあ、みんなもね、あれなんかいつもと違うくねみたいな、たまにアフレコ見ててもあると思うけど、もうあんまり気にしないでね。とりあえずいつものハグしときます。いや、ランコちゃん、拳銃はやめて。はい、じゃあ早速ね、ちょっとしたアップデートがね、入ってる部分をね、紹介したいと思います。あの視聴者さんもね、あのコメントで、いただいてましたけど、家の猫ちゃんもね、ぬるぬると、ちょっと噛んじゃったけど、動くようになってましたとか、あとね、女の子の家の猫が、まあ、勝手に動いたりしてるし、あと猫じゃらしでも反応してましたとか来てたんで、ちょっとねこれを見ていきたいと思います。いや確かに前はあの猫カフェの猫じゃらしとかもね、反応しなかったよね、あのニャースケとかが。じゃあちょっとニャースケ見ていこう。はい、じゃあどんな感じになってるのか。はい、ニャースケ、お、確かになんかいつもと違う気がする。え、これなんか舌とか出してたっけ。え、なんか違うよな。まあこの辺の動きも、すげー。今ニャースケ足舐めたよな今。こんなこと確かに今までなかった。え、なんか他にもっとなんか違う動きしないのかな。あ、すごい。なんか寝たりしてる。あ、いや確かに結構動くな。じゃあ一旦猫カフェのさ、あれ買ってみるか、猫じゃらし。じゃあちょっと猫じゃらし、まあ、ちょっと餌も買っとくか、何個か買って、ちょっとニャースケにあげに行こうかな。そう、前はねニャースケ反応なかったんよな。じゃあちょっと猫じゃらしやってみます。あっ、ほんまや、ニャースケめちゃくちゃ猫じゃらしで遊んでるやん。いいね。面白いな。じゃあちょっとニャースケに餌もあげてみようかな。じゃあこのササミスティックあげてみよう。ササミスティック、あ、反応してる。あ、食べてる食べてる。こういうのもね、なんか前は確かにね、ニャースケ全く反応なかったんやけど、まあなんかぬるぬる動くようになってるな。でこれさ、実はニャースケだけじゃないっぽいんよな。このさ、太郎もさ、多分ちょっと変わってんのよね。ほら、だって見て、太郎こんなさ、耳とかさ動いてなかったくね。なんか違うな、尻尾はどうかわかんないけど、少なくともこの耳はさ、こんなピクピク動いてなかったと思うよな。一応検証で太郎にもあげてみるか、猫じゃらし。あ、さすがにね、やっぱ犬には反応しないか。どうだろう、餌は、餌も、あー、やっぱね、肉じゃない、犬には反応しないっぽい。まあアンドロイドの方のね、あのアップデートに関しては最終日もね、まだ9月14日とかで、まあ、1週間ちょっと前ぐらいなんで、まあ皆さんもね、あのこのアップデートの修正、ぜひ更新してみてください。まあ iPhone の人はね、ちょっとまだアップデート来てないんで、もう少々、待ちましょう。はい、じゃあ次はこちら。もうすごいね、長文で書いてくれてて、まあ内容がなんか男女がちょっとゴスロリっぽくなる方法を見つけましたということで、まあせっかくなんでね、こんな書いてくれてるんで、ちょっとやっていこうかなと思います。じゃあちょっとこれほんと書いてる通りやるわ。まず男の子がプリンスになると、じゃあプリンスになりましょう。はい、じゃあプリンスにして、着替えのこの服の色が、1番が濃いめの赤、濃いめの赤、これかな。で2の方が黒、はい、2の方が黒。お、なんかね、いいね、締まってきたね。色的に。でメガネの、11番、メガネの11番、メガネの11番ってなんだ、多分眼帯のことなのかな。でマスク選択で牙にすると、はい、じゃあ牙をつけますと。で髪型はまあ別に何でもいいけど、一応13番、じゃあちょっと従っておきましょう、13番にして。で悪魔の尻尾をつける、はい、悪魔の尻尾、はい、これつけた。一旦男の方がこれで完成と。多分これ眼帯違う気がすんな、こっちかな、これかな、なんとなく。じゃあ一応これにしよっか。で次女の子、アイドルの3番、あ、アップデートで追加されたやつかな、アイドルの3番にして、で色替え1番を黒にする、はい、黒にした。
で2番を濃いめの赤にする。濃いめの赤、これかな。あ、なんかもう確かにそれっぽくなってきた。でキャラ編集で帽子を外してから、着替えるにしてヘアアクセサリーにして、え、飾り結びにする。ヘアアクセサリーの飾り結び、はい、これっすね。でキャラ編集のアイテムのところの頭で鉢巻き、はい、あんでこれを目の下の方に持ってって、この鉢巻きの色を黒にすると。であとはまあ悪魔の尻尾をつけて完成ということで、まあ一応こんな感じかな。まああとなんか微調整でこの辺のヘアアクセサリーの位置とかをこうやって、ずらしたりすれば、あーでもいい感じなんじゃない。まあこんな感じか。確かになんかこの間さ、一回中国版の方のアップデートのやつでこのゴスロリ衣装みたいなのを着てなんか再現してみたけど、日本版でもねめっちゃそれっぽくできる。ぜひねこういう世界観が好きな人は試してみてください。はい、じゃあ最後にねちょっと小道具をね一個紹介したいなと思うんですけど、こちらね、まあ、ヤンシムセットとミッケ風の小道具を作りましたって書いてくれてる人がいて、まあこのミッケ風っていうのがね俺すごい気になって、ミッケってなんだと思ってちょっと調べたのよ。そしたらまあこういうなんかかくれんぼの絵本があるんですね。いや俺マジで全然知らなくてさ、まあみんなは結構知ってんのかな。まあなんでちょっと気になったんでこの小道具ダウンロードしてみたいと思います。はい、ダウンロードしてみました。ね、題名がこの盗まれたものを探し出せということで、ちょっとね、ワープしたら早速、なんかね、目の前にこんなものが出てきたんで、ちょっと読みたいと思います。この手紙を読んでいる人へ、私はコンビニを運営しているものです。私が休憩して戻ると商品がなくなっていました。監視カメラを見ましたが、犯人は見えませんでした。が、特徴は覚えています。確か人形ではなく身長が低かったです。まずは盗まれたものを探して町に落ちている証拠や町の人からのヒントを得ながら犯人を見つけ出してください。盗まれたものは全部で5種類ですということで、はい、ちょっとなんか面白そうだな。まあじゃあコンビニでまず行けばいいのかな。じゃあコンビニ行くか。コンビニ、はい、コンビニに来た。じゃあちょっとコンビニ入っていきますか。コンビニ入って、あ、なんか書いてる。お、すごい、なんかセリフが、セリフのこの見出しかわいいな。助けて、物が盗まれたのということで、じゃあなんかヒントっぽいのなんかないかな。ヒントっぽいやつで、これなんだこの下のやつこれ何、これなんかめっちゃ怪しくね、この下の。ちょっとこれ視感カメラにして、これなんだ、これなんか続いてんな。これちょっと辿っていくか。これあ、めっちゃ続いてるくないめちゃくちゃ続いてる。これ辿っていけばいいんじゃないの。どうなんだろう、合ってるかな。めっちゃなんか遊園地の方に続いてるけど、あ、まだ続いてる続いてる。これ続いてて、お、なんかこれすごいバーっとなんか道っぽいのがこれ続いてんな。辿っていくと何かがあるのか。あ、あったあった、なんだこれ、リンゴとかなケーキとかなんかこういうの落ちてんな。おい、なんか物が落ちてる。コンビニのやつじゃねえのこれコンビニのやつやろ絶対。サンドイッチとか落ちてるし、ジュースとか持ちで、お弁当もあるし、はい、これどんどん辿っていって、めっちゃなんかあっちついてんなめちゃくちゃついてる。これでも犯人見つかんじゃねえのこれ。で、猫ロボットが怪しい。なるほどね、猫羊は確かデフォルトだったらこっちにいるんじゃないの。こっちの方に、あ、いたいたいた。あ、なんか書いてるわ。はい、ここまで来るとはなかなかやりますね。では報酬を与えましょう。この後のアスレチックをクリアできればの話ですかね。ということで、なるほどね、アスレチックあるんだ。じゃあちょっとこのアスレチック俺サクッとクリアさせてもらおうかな。あんま俺さ、アスレチックそんなにやらんからさ。ほっほっ、はい、でここで、はい、階段がこう続いてて、でもなんかすごい綺麗に作られてんの、めちゃくちゃ。いや、小道具のな、小道具の、あー、小道具のとか言ってたら落ちちゃった。小道具のさ、数もさ、340個ぐらいあって、めっちゃ綺麗に作られてる。てか、俺まんまとここの引っかかったな、今。はい、これジャンプしていって、はい、ジャンプしていく。はい、ここチェックポイントで、はい、これ、なんか円球のやつを、これ、あれじゃね？意外と走っていってもこれ大丈夫説ない。無理か。あ、意外と、あ、ちょっと待って。まあまあ、一旦ちょっとこの辺。ちょっと一回ズルさせてもらおうかな。でここでチェックポイントね。でここで自転車乗るのかな。自転車乗って、
はい、行きましょう。はい、ガーッと自転車、ちょっと怖いな、これ落ちそうで怖いわ。はい、こうチェックポイント、はい、チェックポイント降りて、はい、でこれ乗っていく。これちょっと待って、おい、これ絶対盗まれたやつだろ、これコンビニで盗んだやつだろ、これ絶対めちゃくちゃアスレチックに使われてるけど、でも面白いな、この使い方、この使い方結構面白い。あー、ちょっと待って、ちょ落ちちゃうのマジで。ちょっと、はい、こうラーメンにもこれ乗って、これラーメン、これ乗ったらすごい汚れそうだけど、はい、餃子とかにも乗ってって、で、あそこがもうゴールかな。ちょっとマジ俺下手くそだな、むちゃくちゃ下手だわ、アスレチックちょっと全然やってへんから。はい、で、これ乗ってと、で、この下ちょっと入ってみますね、いくよ、せーの、うわー、行ってった、うわー、どこ行くの。はい、おー、すごい、あー、ゴール、なるほどね、お札がいっぱいあるわ。あ、でもなんか降りた後にさ、ちゃんとあの滑り台に落ちるようになってていいな。あ、漏れなく翔太くんも来た翔太くんもお金の山に突っ込んでいた。やだな、そんな小学生、なんかお金の山に突っ込んでいくの。まあみんなもぜひこのミッケ風のやつやってみてください。というわけで本日の動画はここまでとなります。また皆様からの小ネタバグ情報や小道具 ID、 物語のリクエストとはですね、まさしみの Twitter 農家 YouTube のコミュニティ欄の方にぜひコメントお待ちしております。いつもありがとう。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます、概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。